こんにちは、本邦のナナです。今日なんですけど、ポリスのコスプレをしたいと思います。まず下着を脱いで紹介して、そこから、コスプレ着替えたいと思います。ではスタート。はい、今日履いてるパンツはこちらです。めちゃめちゃスケスケのパンツになってます。薄いグリーンのパンツです。で、うっすら葉っぱの模様が入ってます。じゃあ上も脱いで紹介したいと思います。上も脱げました。こんな感じでパンツと同じ柄のブラになってます。結構なんかすっきりめ細めな感じの作りになってると思います。次は、ポリスのコスプレに着替えていきたいと思います。一応下がこんな感じでスカートになってます。まず下から履きたいと思います。なんかスースーしますね。ちょっと緩いですね、だいぶ緩いスカートかも。はい、じゃあ次上を着ていきたいと思います。ポリス、どうやって着ようかな。あ、怖い。よいしょよいしょ。結構見えてしまいました。大丈夫か。紐で結びます。うわ、すごい。ちょっといろいろ危ないかもしれない。え、なんか違う、なんか違うよね。逆に着てました。そう、着替え直します。上と下を逆に着てしまいました。恥ずかしい。これが正しい着方みたいです。ここにワッペンがあってドリスって入ってます。こんな感じですね。どうでしょうか。結構危なかったですね今回。一番やばかったんじゃないですかね。じゃあよかったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。